高校生です。4年前に水泳の事故で脊髄損傷になって、鎖骨から下が動かなくなりました。水泳をやってたから筋肉もあるし、可動域があるから、他の同じ怪我の人よりかは動けるんだと思います。器具を使って肩周り、肩甲骨周り、腕とかは鍛えるようにしてます。何もできない。開いた。はい。引いた方がやりやすいね。開いてる。ドア開けられるようになりました。ありがとうございます。これで自分の部屋をいっぱい使いたいと思います。